ロングビューはアメリカ合衆国テキサス州東部のグレッグ郡東部に位置する都市であり、同軍の軍庁所在地である。地域の小部分が東に隣接するハリソン郡に伸びている。2010年の国勢調査では人口8万455人だった。東テキサス地域に位置し、週間高速道路20号線、アメリカ国道80号線、 同259号線が作る講師にあり、サビーン川北岸にある。ロングビュー大都市圏の商業中心である。この都市圏は、グレッグ郡、アップシャー郡、ラスク郡で作るより大きな都市圏の一部とみなされ、その人口は27万人を超えている。近くにあるタイラー市と共にロングビュー市が地域の主要中心都市である。 ロングビューの街は1870年代にクレーレーマンによって設立された。レーマンは野球のユニフォームを着て顔中髭で覆われた男だった。1870年、メス・ビンが100エーカーの土地をサザンパシフィック鉄道に1ドルで売却した。その年の後半にメス・ビンは100エーカーに月金500ドルで土地を販売した。彼は 鉄道で土地の価値が上がると期待した。その家から、なんと長い眺めだと言ったとされ、それが、町の名前になった。1871年6月、ロングビューの町が法人化された。クレック郡の中で法人化された、最初の町だった。1942年、ビッグインチのパイプライン建設が、ロングビューで始まった。 1943年から1945年、このパイプラインで2億6100万バーレル以上の原油を東海岸に運んだ。完成した時はリトルインチと合わせて世界最長の石油用パイプラインだった。どちらのラインもアメリカ合衆国の第二次世界大戦遂行のために重要なものだった。週間高速道路20号線沿いにある ロングビューの標識中心外歴史地区市の北部にあるオースティン銀行ロングビュー北緯32度30分33秒、整形94度45分14秒、北緯32.50917度整形94.75389度、94. 32.50917-94.75389に位置している。多くの小さな都市や町に囲まれている。キルゴア グレードウォーター、ギルマー、オアシティ、ホールズビル、ハールトン、ダイアナ、ホワイトオーク、レークポートの市長である。ほぼ同じ大きさである、タイラー市の東約40マイルに位置している。法人化された区域として、スプリングヒル、グレッグトン、パインツリー、ジャドソン、ロングビューハイツがある。冬は温暖である。年間平均降雪量は2インチ未満である。毎冬1回。 ないし二回日雨が降ることがある。冬の日中の最高気温は、下肢50度台から下肢60度台であり、夜の最低気温は、下肢30度台から下肢40度台である。気温が下肢20度以下になるのは稀であり、冬でも下肢80度にまで上がることもある。冬から夏に移行する間の春には嵐を伴う。気温は最高が、 下肢60度台から下肢80度台最低が下肢40度台から下肢60度台である。遅じもの起こる日は4月4日までである。この季節には寒冷前線が通る時に激しい雷雨が起こる。年間を通じて最も降水量の多い季節である。夏は暑くし気けている。気温は下肢90度台から下肢100度台まで上がり、ドッグデイズとなる。 最低気温は下肢70度台である。年間の中で乾燥し日照の多い季節である。熱指数は110近辺まで上昇する。秋は最初の寒冷前線が通った時に始まり、下肢100度の気温が下肢90度台に下がる。9月半ばから12月までが秋である。10月下旬に木の葉が変色を始める。温度が下がり、結露が始まる。 2010年国勢調査での人口は8万455人だった。年齢の中央値は34歳だった。人種別人口構成以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ロングビュー試薬書紙の最新包括的年間財政報告書によれば、歳入は7590万ウェードル、歳出は8770万ウェードル。 総資産は4760万米ドル、総負債は900万米ドル、現金及び投資額は1220万米ドルとなっている。テキサス州上院では第一選挙区に、会員では第七選挙区に属し、いずれも共和党を送り出している。テキサス州刑事司法省がロングビューでロングビュー地区釈放事務所を運営しているアメリカ合衆国議会会員では、 テキサス州第一選挙区に属し、共和党員を送り出している。アメリカ合衆国郵便公社が、ロングビュー、ロングビュー中心街、ロングビュー北西の三郵便局を運営している。ロングビューの多文化祭は、全国から観客を呼ぶ行事である。毎年秋に、地元、人種関係委員会が開催している。ロングビュー市民を構成する多くの民族と文化を反映し、 多くのライブ演奏、展示、料理が出される。東テキサスボート RV、キャンピングエクスポは、地域の観客を集め、毎年1月の最終週末に開催されている。東テキサス油田エクスポは、毎年ロングビューのモードコブ会議場で開催される、石油とガス産業のショーである。地域でこの種のショーとしては最大であり、出展者数数百、重機械の展示。 産業界の指導者による講演がある。ゾンタアンティークショーと販売会は3月第1週末に3に間開催される行事である。地域で最も人気あるアンティークショーであり、全国からアンティークのディーラーが集まり、東テキサスから集まる観客に展示と販売を行う。メモリアルデー週末モーターサイクルラリー、別名、パーティーインザパインズはテキサス州。 ルイジアナ州、アーカンソー州、オクラホマ州からオートバイ乗りとクラブを集めている。2006年に始まり、毎年アトラクション、展示、参加者が増加している。夜の音楽、日中の活動、屋台や市内を通る日曜日のパトリオティックモーターサイクルフラッグのパレードに来るオートバイやライダーが歓迎され楽しむことができる。 このパレードには300台以上のオートバイが参加し、ロングビュー警察署の白バイ隊がエスコートする。ユニフォームを着た現役軍人は入場無料である。アリーフェストは毎年1月の第1週末に開催されている。歴史的バンクアリーのアーティスト39人が参加して1978年に始まり、アリーアートと呼ばれて年々大きくなっている。現在では、 アリーアート、アリーラン、音楽祭、子供祭り、フード祭が含まれている。毎年アンティークカーのショー、テキサス州公園野生生物ショーの移動教育プログラム、バドアイザーのクライズデールなど特別な催しがある。よく知られたバンドとして、スリードッグナイト、ジェファーソンスターシップ、パーシー・スレッジ、ケニー・ウェイン・シェパード、ブルー・オイスター・カルト等が出演してきた。 市内の 100A ーカーの遺産中心街で行われるストリートフェスティバルである。ロングビューの芸術と歴史遺産に対する実際の東テキサスの祝祭である。グレートテキサスバルーンレースは毎年7月に東テキサス地域空港で開催されている。1978年に新設されたロングビューモールのお祝いとして始まり、世界の熱気玉乗りを集める世界クラスの競技会に、 なってきた。気球は金曜日の朝の行事から挙げられる。発着点は毎年異なり、風と気象によって決められる。金曜日と土曜日夜のルーングロー、色と興奮の展示で人々を楽しませる。最も人気があるのが、気球に近寄って、どのように膨らませ操縦されるかを見られることである。ロングビューシの元のロゴには気球が描かれていた。地域の給水塔や、 市の自動車にそのロゴが今も描かれたままである。東テキサス地域空港からアメリカンイーグル航空がダラスフォートワース国際空港へ定期便を運航している。この空港は成長し続けており、2007年には外国貿易地帯が資格のある利用者にオんでデマンドサービスを行っている。これはロングビュー交通の定期便が利用できない人々のためのものである。 アムトラックの旅客列車、テキサスイーグルがロングビュー中心外駅に停車する。この駅は、州内でも2番目に、また、テキサスイーグルの沿線では4番目に利用者の多い、駅である。ここで、州内の中道チェス、ヒューストン、ガルベストン各市やルジアナ州シュリーブポートへ向かう、バスに乗り換えられる。テキサスイーグルは、イリノイ州シカゴとテキサス州サンアントニオをつないでおり、 朝は南行き、夕は北行きが停車する。月曜日、水曜日、金曜日には、シカゴからロサンゼルス行きの列車が停車する。帰りの列車は日曜日、火曜日、金曜日に停車する。1日20人内し50人の旅客が利用している。週間高速道路20号線に沿って、ダラスやフォートワースとシュリーブポートを結ぶ高速鉄道の計画がある。 貨物列車は、バーリントンノーザン鉄道、サンタフェ鉄道が1日2本、ユニオンパシフィック鉄道が1日25本を運行している。ロングビュー経済開発コーポレーションのウェブサイトでは、航空、鉄道、道路、水路、ハイウェイの情報を含む交通インフラについて詳細を伝えている。市内を週間高速道路1本、アメリカ国道2本が通っている。また、 テキサス修道は4本ある。修道の視線が各幹線をつないでいる。ロングビューには、週間高速道路20号線からのアクセスが容易である。市内の道路体系には、いくらか性能向上化がなされてきた。この計画の第一段階が完成近くなると、環状路281号線に中央分離帯が設けられた。 第2段階では6車線にする予定である。2009年着工が予定されていたが、テキサス州交通省が建設予算の縮小を伝えてきており、第2段階は無期限中断された。交通省はロングビューの北側を回って、東テキサスアワーグラスを完成させる道路を調査している。この道路はロングビューとタイラーを回り、2012年着工が予定されている。 トランステキサス回廊の一部である新しい習慣、高速道路69号線が、ロングビューとマーシャルの間で市の東を通る予定である。6車線道路と鉄道及びトラック専用道路を含む、この幅半マイルもある回廊には、地元の大きな反対があった。現行はアメリカ国道59号線の近く、または上を通す予定である。1956年に建設された。 ロングビュー市で最も高い建物、10階建て、建設時に17階まで拡大できるように、計画されたテキサス銀行信託会社、ロングビュー市中心街グッドシェパード医療センター、市内北部、アメリカ国道85センチ近くにある、ルトゥルノーテクノロジーズロングビューの経済は健全である。住宅市場で、全国的な落ち込みがあったにもかかわらず、ロングビュー市は成長しており、 住宅価格も上昇し続けている。主要産業部門は東テキサス油田、サービス業、エクスポネンシャルネットワークのようなハイテク産業、および製造業である。2007年には市の北部にいくつか主要チェーン店の店舗ができた。コールズ、スターバックスに店舗、ターゲット、ウォルマートの3店目が南部にでき、ホテルもいくつかあり。 地域のショッピング中心になってきている。買い物客を市内に確保し、タイラー、ダラス、シュリーブポートから集めるのが市の重要戦略である。新しい建設工事橋の北側ホーキンスパークウェイとアメリカ国土259号線の周りに集中し、またイステスパークウェイ近くの南部にもいくらかある。二千七年十月、ロングビューはテキサス都市。 メインストリートシティに再認証された。この計画には89都市があり、そのうち10都市が都市メインストリートシティになっている。2007年12月、合的産計画によって、テキサス就労政省から認証体役社会の指定を受けた。2007年にはまた、若者のための最良都市百0欠にも選ばれた。市の年包括的財務報告書によれば、 軍内の主要雇用主は次の通りである。ルトルロー大学の S.E. ベルチャージュニア礼拝堂とパフォーマンスセンターロングビューとグレンク軍はタイラーロングビュー、ラフキン、ナコドチェステレビ市場に属している。5大ネットワークの系列局はすべてテイラーで始まった。この市場には公共放送サービスの系列局がない。ダラスにはあるのでケーブルテレビで視聴できる。 シュリーブポートテクサーカナテレビ市場の放送も受信できる。ロングビューとグレッグ群はタイラーロングビューアービントンラジオ市場に属している。FM 局36局、AM 局8局の放送を聴取できる。ありがとうございます。